引田経験、経長十年は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、兵法を言家。姓については、主伝、引田、引き伝とも表記される。上泉信綱の直弟子で、新加瀬流の兵法を言家。後世、引田院流剣術や、新加瀬引田流創術の祖とされた。信綱のいとも伝えられる。通称は文五郎、号は昭白。晩年には、 住みかうとこした。かがこくいしに、上泉いずのぶつのあを母に生まれたと伝えられている。のぶに剣術を学ぶかたら、赤城山で剣術の修行に打ち込むのぶの生活の世話をしたと伝えられる。のぶに従って、長野のに属し、武田氏や北条氏との戦で活躍する。長野成なが自害して、長野氏が滅亡すると、武者修行に出たのぶに同行し、 A66 年には、当時機内随一との評判が高かった、野牛宗俊と信綱の代わりに、立ち合い三度とも全て勝ったと伝えられているが、これが記されているのは、江戸時代の文献であり、尾張野牛家の伝承では信綱自身が立ち会ったとされ、また、鈴木博が立ち会ったと記す文献もある。いずれにせよ、この敗北で宗俊は、己の未熟さを悟り即座に、信綱に、 弟子入りしたという。野牛の里で信綱と別れ、単身諸国を巡り修行を続け、その間、織田信忠、豊富秀次黒田長政などに兵法を指南した。経験は、立ち会いの際、その構えは足うござると声をかけてから打ち込んでいた、逸話を残す。また徳川家康の前でも演武したが、家康はその権威を、ヒップの権と表して入門せず、 野ぎ宗むねに入門したという逸話もあるが、これは野ぎ家を持ち上げるために、公正創作されたものとも言われている。なぜならば、徳川家康は奥山旧賀祭に、新影流の流れを組む新影流を支持していたことがあるため、新影四天皇に数えられる、経験を国評する必要はなく、経験が織田信忠也と与富秀ひへ指南していたことから、遠ざけられたことを含めて、 野ぎ流を持ち上げたものと思われる。上泉の仏名以外の標本家にも指示したことが知られ、新東流売り印象券宛ての希少文が残っている。ほか、経験が発行したと伝わる伝書によると、年流を学んでいたことがわかる。後、単語の細川氏に仕えたが、文禄4年に6を返上し、偵発、墨カウンサイト号して、再び6年間の開国修行を行った。 その際、ヤギ家を訪れ、ヤギ宗ムの着難、新次郎としかつあてに苦伝を残していることから、晩年に至るも、ヤギ家との関係は深いものであったことが伺える。開国の後は、小倉で、細川市に再び仕え、その後は、非全国唐津藩に一時主管したとも言われ、最後は、大阪城で隠ししたとも伝えられるが、史実は不明である。 慶長10年に亡くなったとも言われているが、堺半助などの弟子に同年以降に免状を出しているので、それ以降に亡くなった可能性もある。経賢の孫弟子の山田将光は、引きた流を称した。細川家で上野慶謡に伝えられた系統は、細川家が熊本に違法したことにより、熊本藩で伝えられた。日後藩の伝承では、着手がなかったため、 上野慶応が継承したとされる。池田忠次、池田忠臣に仕えた、井田重義は、引田竜と名乗り、経験が教えた、僧術、薙刀を発展させた。この流儀は全国に広まった。これ以外の弟子に、坂井半助、香取新左衛門、中井新八郎がいる。ありがとうございます。